秋のツーリングキャンペーンで絶好のシーズンを軽快に走り抜けようということで、今回はリチウムバッテリーの紹介をしていきたいと思います。これからどんどん気温が落ちてきます。そうなるとお店の方にもバッテリー上がりのお電話が多く寄せられるようになります。せっかく楽しみにしていたツーリングもバッテリーが上がっていたらいけなくなりますし、その日のテンションはもう最悪ですよね。そうならないためにも愛車のバッテリーの状態を良好に保つ必要があります。そこで皆さんもよくご存知のバッテリー充電器が対策としては挙げられますが、今回はですね、こちらの性能のいいリチウムバッテリーを使うというもう一つの手段についてご紹介していきたいと思います。見てください、このリチウムバッテリー。これからはリチウムバッテリーの時代が来ると思うのでたくさん仕入れてみました。リチウムバッテリーにするメリット、その1、寿命が長い。 AGM 標準装備バッテリーに比べてこのリチウムバッテリーの寿命は約2倍と謳われております。自然放電率も最小限に抑えられていますので安心です。リチウムバッテリーにするメリット、その2、大電流。気温が低い季節になるとどうしてもエンジン始動時に息継ぎがあり不安ですよね。こちらのリチウムバッテリーではエンジン始動時の力強いクランキングを実現しており、元気よくブルンとエンジンをかけてくれること間違いなしです。リチウムバッテリーにするメリット、その3、軽い。 AGM 標準装備バッテリーに比べて大幅に軽量化されております。こちらにダイナファミリーとソフテイルファミリーなどに採用されている AGM 標準装備バッテリーがあるんですが、このようにね、両手で抱えていないと本当に落としそうで重たいです。それに比べてリチウムバッテリーはこのように手で簡単に持つことができます。これだけ軽いのにもかかわらず、容量のうち AGM 標準装備バッテリーは 10% しか使用できないのですが、こちらのリチウムバッテリーは圧巻の 85% 使用可能になっています。こちらのリチウムバッテリーをキャンペーンということで、なんと 20% オフでご提供させていただきたいと思います。そしてなんとこちらのバッテリー充電器をリチウムバッテリーと同時購入で、こちらも 20% オフ。さらにポータブルバッテリーブースター、こちらも 20% オフ。もうあれですね、やっちゃえハーレークラシック状態。ぜひショールームまでお越しください。以上、かみチャンネルでした。